おはようございます。今日はマホのモーニングルーティンを紹介します。こんな感じですね。私のお部屋には1時間ごとになるディズニーの時計があるんですけど、これのおかげで朝私は起きれています。いつもありがとうディズニーの時計。毎回違う音楽が流れるんですけど、プーさんの時だったり、クーマのプーだったり、いろんなバージョンがあります。でも夜だとすごいうざいんですよね。前髪やばくない？自分の顔にびっくりしている様子です。前髪やば。最近はドンキのドンコちゃんが好きなのでこれつけてます。洗顔はこちら使ってます。これ敏感肌の子とかにすごいおすすめだから、ぜひみんな気になったら使ってみてね。ネイルアピです。超可愛くない？はい、最近ニキビできたんですよ。しかもほっぺに。マジ最悪だから、ニキビパッチで直しております。本当冬の洗顔ってほんと地獄ですよね。みんな頑張ってて偉いぞ。はい、私は洗顔後はクレンジングタオルを使ってます。普通のタオルだと雑菌とかが入っちゃうみたいなので、このトイレットペーパーみたいなので拭いてあります。はい、続いては洗顔後に化粧水ミストを顔にブシャーっとまんべんなく振りかけます。そしたらハトムギ化粧水とこのファンからもらったコットンで化粧水を顔にトン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 。はい、こちらもファンからもらったパックです。これね、めっちゃいい匂いだったの。あ、いい匂い。パックつけます。ちなみにマホの豆知識なんですけど、パックは冷蔵庫にキンキンに冷やしておいて顔につけるとすごいさっぱりするし気持ちいいので、ぜひやってみてね。さあ、とあまりは手とか首とかにつけます。この日はオフだったので、スウェットに真っ黒のコーデにしました。タンコプーチン大統領。そして私はパックをしている時間を1秒も無駄にしたくないので、パックしながらカラコンをするという二刀流を使っております。ちなみにカラコンはミムコのキャラメルスフレを使ってます。パックを剥がしの、あら、ニキビちゃんが出てきたわ。嫌だわ。乳液はこちらを使っております。しっかりたっぷりやります。それとこの保湿クリームめっちゃおすすめ。なんか肌もトーンアップする気がするし。完成。ここからはマホちゃんの毎日メイクなので、この動画をみんな見てみてね。メイクの工程は飛ばそうと思ったんですけど、マホは世界で一番、日本で一番マスカラが、まつげが大事なので、ちょっとだけ見せます。完成。イエイ。ここにパッチを貼ったよ。アイロンつけてる間に新しく買ったピアスをつけております。お腹鳴っちゃいました。ピアス可愛くね。はい、そしてアイロンをする前に髪の毛を櫛でこうやって溶かしてから、マホの髪の毛の巻き方は基本的に全部外巻きで巻いております。ちょっとこの日はあんまうまくいかなかったんだけど、髪の毛を上の方に持ってって巻いて、こうやって時間を経たせてから下に下げて、でまた下に下げて、最後くるってやる感じ。ちょっと下手くそだけど、最後ここにプラスしたら大丈夫。これをマホは髪の毛を4から5束くらいに分けてずっと繰り返して巻いていきます。反対も同じようにくるくるして下げて、くるくるして下げてをずっと繰り返していくだけです。そして顔の横の遅れ毛、これ難しいよね。すごいマホ苦手なんですけど、ここの巻き方次第ですごい雰囲気とか印象が変わるから、これめっちゃ大事だと思ってるんだけど、一向にうまくならないの。ほら、反対側も同じようにくるるんそって巻いていきます。まあ最後は手でなじませればなんとかなるので、まあ髪の毛の巻きは練習あるのみですね。頑張ろうみんな。完成。
髪の毛全体が巻けたら最後に櫛を通していきます。こういう風に櫛通すとふんわりとした巻きになるので、最後はしっかりと通していきます。前髪はこのストレートアイロンで巻いていきます。もうマジでね、前髪巻くの本当苦手なの。最近前髪を切ってもらったんだけど、結構短くなっちゃって眉毛が見えちゃうくらいなんだけど、どう？巻けてるかな？とりあえずは完成したみたいです。そして最後にこれをつけます。この匂いね、マジでモテたい女子全員使ってほしい。めっちゃいい匂いだから。しかも髪の毛もいい感じにキープされるし、まず匂いが本当にいい匂いなの。これドンキとかにも売ってるからみんな買ってみてね。髪の毛完成。 20% 引きのお弁当があったので、これからチンして食べるみたいです。この日は朝起きてから一回も水飲まなかったので、すっごい喉渇いてました。このお弁当めっちゃね、硬くて開けづらかった。美味しそう。いただきます。ごちそうさまでした。ご飯食べ終わったので歯磨きタイム。歯磨きについてはですね、特に何も言うことがないんですけど、あ、そうだ、市販でいいホワイトニング効果のある、そう、ホワイトニング効果のある、ホワイトニング効果のある歯磨き粉あったら教えてほしい。はい、無事にぐじゅぐじゅペンも終わったみたいなので、歯磨き終了。今日は練習も撮影も何もなかった日なので、自分のペースでゆっくりと準備ができました。急いでないまほちゃんです。レアでしょ。まほが愛用してるイブサンローランの香水です。腕と首に振りまいてゴシゴシして、あら、いい匂い。カバン可愛いでしょ。靴はティンバ。はい、ということで、マホのモーニングルーティーンはこんな感じでした。この動画が良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それでは、買い物に行ってきます。バイバーイ。